はい、サクジャンさん、おはようございます。ございます。次は何見ますか？そうですね、さつまいも、はい、袋栽培でちょっとやってるんですけど、やりましたね、あれ、はい、いつ植え付けた？6月ぐらいですね。植え付けましたね、さつまいも、はい、袋栽培で芋掘りしましょうと、はい、そうですね、畑はいりませんよという話だったんですけど、はい、あれがまあちょっと今ぼちぼち成長して、はい、あと一月ぐらいでまあ収穫できる感じですね。早いもんですね。はい、あれあのトマトとか里芋しょうがとかって結構何かね、手間というか、あの寄せ土とか肥料とかあるんですけど、袋栽培何もしませんね。そうですね、ほったらかしでした。水あげて、はい、ほぼほったらかしなんですけど、これ収穫できますかね？あのできますよ。あの掘るまで分かりませんけど、はいはいはい、今のところはあのよくつる伸びて葉っぱ出てますんで、あのできてるはずです。もう実はこの中にできてきてると思うんですけど、まだ掘らないです。見てみましょうか。はい、あれですよね、今回芋づる植えて、はい、カルテック、畑のカルシウム、はい、タグちゃんおすすめの、はい、これ使ったら収穫量が全然違いますと。そうですね、比較しましょうと、はい、使ってるやつ使ってないやつ、はい、比較実験を、これじゃあ見ましょうか。はい、案内お願いします。はい、そしたらカメラさん、まずちょっとこちらの方ですね、はい、カメラさん、はい、これが比較しながらやったところのものですけど、はい、見ちゃっていいですか？はい、どうぞ。もうこれ完全に、はい、左側、こっち側伸びがね、カルテックでしょ。ですね、こっちの方が伸びがすごいんで、カルテックでしょ。パッと見たらそう思うんですけど、はい、実は、札の立てたるのがこっちのカルテック仕様なんですよ。あら、なんか、葉っぱ少な、あ、でもそうでもないんか。あの、長さだけで言うと、これちょっとね、もう、ぐちゃぐちゃっとしてますけど。そうだわ、意外に、あ、ごめんなさい。こっち、あ、でも、どうなんだろうな。確かに、あ、なんか、ね、中のボリューム感がこっちのない方がありそうに見えたんですけど、まあほぼほぼ同様なんですけどね、はい、まあ見た目のところでは、まあ、ちょっとこっちの方がしっかりしてるような感じはいたします。はい、はい、で地上部じゃないんですよね、食べちゃうみたいな。もう芋の大きさを見ろと。そうですね根っこのね、分量というかそのパワーがまあそっちに効きますので、はい、であれから肥料とかも全然やってないんですよ、どっちも、はい、はい、はいはい、なので、まあ、葉っぱの状態とか、はい、それはもう同等のその肥料を吸い上げて、はい、でカルテックはまあそのさらにまあ根っこのパワーがまあ先に先行したっていうところですね。はい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 、これ、うん、はい、なんかお気づきのところはありますか？葉っぱに L 大穴開いてるんですけど。そうなんですね。これは何でしょう？これはもうさつまいもよく被害が受けちゃうんですけど、オンブバッターですね、はい、それがもう大の好物で、もう本当にボロボロにもう食べられてしまうんですよ、はい、これなんかもう虫食いだらけですね。ひどいですよね。はい、カルテックあるない関係なくて虫だいぶ食われてます。はい、まあこれはまあ通常というか病気も特にかかりません。はい、でまああと1ヶ月ほどですね、はい、まあ、そういったオンブバッタもどんどんもうさらに食欲増してくる時期ですので、はい、これはもういたらちょっともう捕殺、それでやってもらった方がやっぱ葉っぱのその光合成で芋が太りますので、はいはい、葉っぱは伸ばして。そうです、伸ばすことによって芋が大きくたくさんできますよと、はい、ここからもう最終段階ですね。いかにできてる、もう数はもうできているんですけど、それが太るかどうかっていうのはもう葉っぱの力一つです。もうそのプランターの中、あ、プランターじゃない、袋栽培、袋の中はもう根でカチカチなんですか？もう回って回って根張ってます。ちょっとトントンってやってくださいよ、はい、もうね、わからないっていうか、もうこれもうすごいわ、すごいすごい、カンカンなんですよ。お、はい、上からも見たらもう根がね、このさつまいもの紫色の根っこがもう溢れてるぐらい、もうこれだから根の張りが ね、 そうですね、地上部じゃないと根の張りがカルテックの方がすごいと、はい、そうですね。それとあとね、ちょっと日々のポイントなんですけど、はい、ここはちょっと下防草シートがあるので、はい、ここに触れた芋づるからは根っこがまあ降りて生えないんですけど、はいはい、ちょっとこっち見ていただくと、はい、これ草むら伝って、まあ、地面土あるところ根っこがね、はいはいはい、出てるんですよ、はいはい、でこれがその土の中に入っちゃうと、はい、こっからまた養分を吸い出して、こっからまたつるが行くんで、一見つるも葉っぱも茂りますから、はい、こっちにいいんじゃないかと思うんですけど、はいはいはい、ところが、まあ、逆で
ここの根っこがその地面に降りるとこっちがもう太らなくなるんですよね、はい、こっちを中心としてまた育っとするんで、はいはいはい、こっち置き去りになるんですよ。だからもしこういう、地面に根が張ってしまうともういわゆるツルのこと引っこ抜き、ツル返しって言いますけど、まあ、ツル返し、これがツル返しですか。逆さまにしてもちょっと今わかりました。今説明いいじゃないですか。あ、はい、根っこをこのメインのところだけ晴らして芋、ね、つけるところだけ、それ以外はこうやってこれ、はい、晴らしちゃダメなんですね。これこれ根が出てますよね。これそうです。まあどうしてもね、あっという間に出るんですけど、これやっちゃうと本当芋がもう育たないんですよ。これ結構久しぶりにほんまにびっくりしました。こう、これがつる返し。そうです。これで、ね、もう本当に見た目だけのその作業じゃなしに本当にもう理屈としてこれやらんと芋できませんので。あ、だから水やるだけでしたって言ってるけど、このつる返しはちょっと気にしちゃった方がいいんですよね。そうですね。で、まあこういう防草シート引いてる上だったら比較的根張りにくいけど、そうなんです。ちょっと土があるところでやっちゃうと根が完全に張りきっちゃうので、はい、芋が小さくなるよと。1週間経ったらまたこれ自分で戻ってこうやってまた根張りますんで、これをもう1週間2回とか10日2回やり返すぐらいでちょっと繰り返し、つる返しか。これポイント、だいぶポイントじゃないですか。はい、これをまあ最終10月の中旬ぐらいまでやっていただくと、はい、まあ、ここにどんどんまあ電池のようにまあずっと充電が、はい、芋が出来上がります。はい、ありがとうございます。はい、これが今の状況と、まあ、これからのまあポイントになります。はい、わかりました。はい、じゃあまああとはね、今のつる返しと水やりしっかりやってもらったら、はい、肥料はいいですか。もう肥料はね、ここでやると逆に芋太らなくなるんですよ。おお、だから肥料ももうダメですよと。はい、ダメなんですね、肥料も。はい、肥料ダメです。で、つる返ししっかりして水をしっかりあげてくださいと。はい、で、10月に収穫しましょうと。はい、わかりました、さくちゃんさん。ありがとうございます。いろいろとありがとうございます。はい、以上、さつまいもの進捗でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。サクチャンネルの方ですね、またよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。そうですね、チャンネル登録ね、たくさんしてもらって、はい、はい、それとあとまたコメントご意見とかですね、はい、はい、またお寄せいただければ、まあ、回答してまた動画の方でもそれをまた紹介していけますので、はい、何なりとまた、はい、教えていただければと思います。はい、はい、あと、まあ、会社の方のホームページからも入れるんですけど、はい、スタッフブログですね、はい、これもちょっと私がほとんど撮っちゃってるんですけど、実はあれですよね、スタッフブログっていうのをさくちゃんがもうな結構長くですよね、書いてもらってて何年かもうね、はい、やり続けてもうほとんど私しかやってないんですけど、マニアックな情報がたくさん載ってますね。そうですね、ちょっと動画でやっちゃうにははばかれるような内容のものもあったりするんですけど、はい、またそれでもまだちょっといろいろやっていきたいと思いますので、はい、よろしければまあそれと合わせてオンラインショップのご利用で宿根草とか野菜とか、はい、私のおすすめした資材カルテックなんかも今ちょっと紹介しておりますので、またリクエストとかもありましたら取り入れたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。